この動物シリーズですね、僕ディスカバリーチャンネルとかが好きで動画でもよく取り上げたりしてるんですけど、実はこの動物系の動画で公開してない幻の作品というのがございまして、それが動物の擬態能力に関する動画なんですけど、進化の過程で強くなっていくんじゃなくて身を守るために擬態できるようになっていった生き物を紹介するってやつで、これが結構面白くて、写真とかフリー素材の背景にその生き物を合成すると全くわからないみたいなのも凝って作って動画を完成させたんですけど、その動画のファイルが僕のパソコンの中で擬態してるんですいや意味わかんないと思うんですけど消えたんですよ。でも僕は確かにその動画を録音して編集終わったやつを見てるんですよ。なのにどこ探しても見当たらなくて、なので僕の中の結論では動画ファイルが別のファイルに擬態してるってことになりました。リクエストありがとうございました。動物系に関してこんな DM が来ました。タックさん、人類には知能があり、お前以外どの優れた動物よりも賢く共存、そして危険を回避し生存進化してきましたよね。しかし過去に絶滅した動物を見ていくと、人類が生き残れたのはたまたまじゃないかなと思ってしまいます。おそらく最初に捕食される人だと思うので紹介お願いします。何こいつ、まあ、ちょこちょこ悪口入ってますけどね、まあすごくいいリクエストなんで、じゃあありがとうございます。では早速ですね、絶滅していなかったら人類はヤバかったんじゃないかと思う巨大生物を紹介していきたいと思います。巨大生物ってものすごい数がいるんですけど、その中でも僕がゲームとかで好きなのを紹介していきます。では早速です。1つ目、ヤマト運輸チェーンソー YouTuber なめんない男。兄の YouTuber なめとってあげんだこれ。1つ目、パラケラテリウム。はい、来ました。これゲームのアークとかをやってる人なら知ってる方多いと思うんですけど、およそ3600万から2400万年前にユーラシア大陸に生息した、全長8メートル、高さ7メートル、体重は24トンある史上最大級の陸生哺乳類です。分類としてはサイの仲間に入るみたいですね。普通のサイでもガチで戦うってなったらヤバいのに、このサイよりもはるかにでかくて強いんですよ。ごめんなさいって感じよね。ただ草食動物で主に枝とか葉っぱを食べていたそうなんですが、最大の脅威としてはそのスピードです。巨体に似合わず馬みたいに高速で走ったとされていて、群れをなして行動する習性があったことからですね、他の陸生動物にとってはかなりの脅威だったと考えられています。だからこれを今人が倒すってなったらヘリガンナ。2つ目、ダルクルオステウス。出ました、これまたアークに出てくるんですけど、これまたトラウマなんですよね。こちらは動物が海から陸に進出し始めた3億5000万年前ぐらいですかね、北アメリカ大陸に生息していたとされている魚ですね。当時では水中生態系の頂点、最大にして最強の捕食生物だったと言われています。海の王様ですね。まあ今はさかなクンですけど、頭の大きさがだいたい1メーターぐらいあって、なのでそこから全長8メートルぐらいあったと言われています。泳ぎはそこまで速くはないんですけど、獲物を積極的に追いかける習性と、見た目通りですね強靭な顎を持っていて、歯の代わりにプレート状の骨を使って5トンにも及ぶ力で獲物を粉砕してそのまま巨大な口の中に丸飲みしていたと言われています。またこの口を開けるまでの時間どれぐらいだと思います？ 0.02。いや、海ではこいつから逃げることができる生物はいなかったと言われてますね。これが海に今も生きてるよってなったら誰も海を泳がなくなりそうですよね。だからもう倒すなら魚雷。次です、3つ目、ジェケロプテルス。いやもうこれが一番苦手。これ会ったこともない方の悪口言うのはどうかと思うんですけど、なんかもう全ての動物の嫌悪される部分持ってますよね。これもねまた水中なんですよ。だいたい4億年前ぐらいに生息していた超巨大水サソリなんですね。サソリなんかいって感じなんですけど、川とか湖に暮らしていたこのサソリはですね、化石から体長が 2.6 メートルを超える巨体だったことが分かってます。今あえて化石って言いましたけど、全部化石ですね。シャメとかないですから、だから実は色分かってないですよね。でこの子の捕食スタイルというのが特徴的で、まずバネのように長い前腕を使って獲物を捕まえて、先端についた鋭い爪で切り裂いて捕食したって考えられてるんですよ。ウルバリみたいなね。なんかこれ SF ホラーとかに出てくる生物の見た目って大体こんな感じですよね。スパイキッズとかね、あれ200回ぐらい見ました。次です、4つ目、メガラニア。出ました、天井張り付き野郎ですね。これはおよそ4万年前ぐらいオーストラリアに生息していたとされている史上最大級のトカゲに分類されていて、最大で全長は9メートル、体重は700キロにも及んだとされています。最大の武器は刀みたいに切れ味がいい歯と強靭な爪ですね。大型の鳥とか草食動物、時には自分の2倍以上の体重の動物でさえ容易に捕食していたと考えられています。ただこのメガラニは実は絶滅していないかもしれないっていう話があるんですよ。多分見間違いなんですけど、19世紀とか20世紀、最近で言うと2016年ぐらいにオーストラリアでこのメガラニアと思われる生物の目撃情報がいくつか入っていて、いずれも目撃者によると7メートルぐらいのトカゲを発見したっていうことなんですね。でこの現
現存で一番大きい爬虫類というのがコモドオオトカゲ、まあ、これ大きいもので3メートルぐらいしかないんで、もしかしたらオーストラリアの山奥にはメガラニアがいるかもしれないということですね。まあ、ちょっとコロナ終わったら探しに行く方募集しますね。僕は国内待機組です。次です、5つ目、アースロプレウラ出た、またこっち系ですよ。ウェイウェイ、次はおよそ3億年前ぐらいに生息した超巨大ムカデですね。体長が2メートルから3メートル、あの2センチとか3センチのムカデが可愛く思えますね。これ基本的に草食とか言われてるんですけど、顎を使って小型動物も捕食していたんじゃないかと思われています。で、あのムカデがなんで巨大化したんと思うじゃないですか。もう他の生物もそうですけど、正直そこまででかくなる必要ってあんまないじゃないですか。失礼ですけどね。考えられる理由が、当時はライバルに当たる捕食脊椎動物が少なかったこと、あとはですね、大気の酸素濃度が 30% 近くと今より非常に高かったことの原因があるそうです。だからこの時代に人がいても、もしかしたらでかく進化していたのかもしれないんですね。キングコングみたいにね。次です、6つ目、サルコスクス出ました。鼻の角度可愛いワニですね。こちらはおよそ1億年前ぐらいですね、アフリカとか南アフリカに生息していたとされている超巨大ワニです。名前の意味が肉を食べるワニの帝王つって、全長が大体12メーター、体重は7トン、ティラノサウルスと大体同じぐらいですよ。最大の武器が無数の鋭い歯と強靭な顎ですよね。で、実は顎だけで言うとティラノサウルスの3倍ぐらいあったと言われています。で、しかも恐竜を捕食していたって考えられてて、結局生存競争で個体数の差で恐竜に負けたって言われてるんですけど、1対1で戦わせたら歩兵操作以外勝てないと言われてますね。7つ目、ティタノボア、これもトラウマですよね。お次は史上最大のヘビ部門、ティタノボアですね。大体6000万年前ぐらいに生息していたヘビでして、今のアナコンダに似ていたそうなんですけど、とにかくでかい。アナコンダが6メートルぐらいに対して、少なくともですよ、小さいやつで体長15メートル、太さは1メートル、体重が1トンぐらいあると言われています。まず獲物に噛みついた後、そのままぐるぐる巻きの窒息死、最後に丸飲みをするっていう王道捕食スタイルですね。基本哺乳類とか食べてたそうなんですけど、エネルギーがまあいるんで、同じ生態系に住む大型動物、例えば大型のワニとかカメとかも丸飲みしていたと考えられてますね。多分これ武器持って100人とかで行っても勝てないんじゃないですかね。もう投げ払いでボーンと終了っすよ。次です、8つ目、アルクトドゥス。はい、お次は忘れてならないのがクマブボンですよね。およそ80万年前ぐらいに生息していたとされている、当時のアメリカ大陸最大の捕食者と言われていた超でっかいクマですね。現在のクマよりもまず手足が長くて、体長は3メートルぐらいあったと言われています。最大の特徴としては、現在のクマよりもはるかに肉食の傾向が強かったこと、まず歯並びがなんかめちゃくちゃ悪くて、今と変わらずだいたい時速70キロぐらい余裕で出せたんじゃないかと言われてますね。で、僕が以前出した動画でもお話ししたんですけど、1ヶ月で4人を死亡させたスーパー系、これでも体長が 1.3 メートルぐらいなんで、その2倍以上って考えるとやばいですよね。まあ、もし現代もまだ生きていたら、クマモンっていうゆるキャラっていうのは生まれなかったかもしれないですね。まさに歩くとです。めっちゃ面白くないですね。次です、9つ目、アンドリューサルクス。はい、めっちゃ人の名前みたいですけど、およそ4000万年前にモンゴル大陸に生息していたと見られる超巨大肉食性の哺乳類です。なんか見た目も肉食動物のいいところ全部取ったみたいな感じなんですけど、発見されたのが83センチの頭蓋骨の化石なんですよ。ここからだいたい高さ2メーター、体長が4メートルぐらいあったんじゃないかと言われてます。捕食対象も様々って考えられてて、草木、中型動物、さらには死体まで、食べれるものは何でも咀嚼すると言われていて、言われてみるとハイエナの骨格にちょっと似てますよね。で、最大の特徴としてはその強靭な顎ですね。本来なら恐竜ですらスルーするカメなんかも余裕で捕食対象だったみたいで、甲羅ごと粉砕して丸飲みしていたのではないかと考えられています。いや、それは嘘よ。だって人間も魚の骨抜くぐらいからね、刺さって死ぬやろ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は絶滅していなかったら人類がヤバかった巨大生物たちを紹介しました。めちゃくちゃ余談なんですけど、現代における最強生物って皆さん何だと思いますか。これ実はね、クマモシ説っていうのが結構強くて、どれもね、まあ、フィールドとか条件変わると強さ変わってくるんで、理由もいろいろなんですけど、あのクマモシって乾燥がすごい苦手で、周囲が乾燥すると乾眠っていうね、生命活動を一旦止める状態に入るんですけど、この状態に入ると最強でして、30年間冷凍保存されようが、強烈な放射能を浴びようが、電子レンジ入れようが、熱いとこ置こうが、ちょっと水をかけてあげると完全復活するらしいです。あのガチャガチャに押し込まれたカッチカチのタオルみたいな。ちなみにゴキブリの生命力最強説ってのもあるんですけど、人がいなくなると普通に凍死しちゃうっていう説もあるみたいですね。まあ、なんかすぐ進化しそうですけどね。で、僕はやっぱり現代におけるいろんな状況を含めて考えたら、最強はやっぱりタカとか空かなって思いますよね。すいませんね、あの全然面白いこと浮かびませんでした。皆さんが思う最強生物は何でしょうか。この動画に関するご意見と合わせてコメント欄までお願いします。最初はグー、じゃんけーん。
だでリクエスト来たなーじゃ DM にてタクさん最近自然災害すごい多いと思うんですけど動物ってその前兆を察知できるっていう風に聞きました。これ本当ですか？馬みたいな顔のタクさん調べてください。ヒヒヒヒーンということで後ろ蹴りですよ。はい、ただすごい面白いんで今日はその自然災害と動物とかそういった前兆について調べてきました。よくホラー映画とかでもカラスの大群が屋敷の周りぐるぐるして窓にぶち当たってくるとか結構あるんですけど実際に動物っていうのは地震とかの災害を事前に察知する、まあ、いわゆる予知能力があるのかっていう話になってくるんですけど聞いたことあるもので有名なものでいくとナマズが暴れると地震が起きるとか聞いたことないですか？こういったものって実はですね江戸時代頃から言われててことわざとか迷信みたいなものではあるんですけどまあすごい昔から動物の行動パターンっていうのは地震とかと関係してるとまあそういった考えそのものはあったんですよ。これ実際にですねこういった災害が起きる前の動物の行動パターンの変化っていうのを研究してるグループがいますね。すごい入れてほしいんですけどまあこの研究データによると2014年に日本の農場で数十頭の乳牛この牛さんが1日に出す牛乳の量というのを調査したんですよ。着眼点エグいな。っていうのもなんで牛乳の量なのかっていうと1日に1回必ず搾乳をするんで、まあ、毎日することを行動観察することで変化が分かりやすいとしたんですね。なるほどと。でその結果地震の3週間前にですねこの乳牛たちは平均産出乳量が減少したってことが分かったんですよ。ミルクが減ったんですね。さらにこの2年後イタリアで農場とか乳牛とかヤギ羊とか犬に加速度計っていうのを装着して、まあ、数ヶ月の行動を追跡したんですね。すると地震の5時間前これらの動物の行動パターンが大幅に変化したというデータが取れたんですよ。さらにそれが震源地に近ければ近いほどその行動の変化を早く現れたと。ただですよ今ふわっと言った場所で思ったんですけど最終的には地震との関連性というのが結びつかなかったんですよ。まあそうだったけどなんでそうなるのかみたいな。研究チームもこれが起きたけど原因ははっきりとわからないとしています。他にも深海魚の出現とかが大地震の予兆説っていうのを調べたチームいました。これもよくね SNS 上がってますよね。あのリュウグウノツカイとかダイオウイカとかすごい珍しい深海魚が浅瀬に打ち上げられていると、まあ、地震の前触れなんじゃないかってやつですね。これもリュウグウノツカイを含めた深海魚8種類ぐらいピックアップして昭和3年から平成23年の3月まで漂着そして捕獲事例を調べてそれが336件であることを確認したんですよ。じゃあこの出現場所から半径 100km 範囲で1ヶ月以内ぐらいにマグニチュード 6.0 の地震が起きたかどうかっていうのを調べたんですよね。これ結構当たってそうだなと思ったんですけどこれ結果ですね該当したのが2007年の中越沖地震の1件だけでした。意外と報告されてるように見えたんですけどたった1件だったんですね。やっぱ偶然かなというとこなんですけど。なので過去にですねこういった動物が地震を予知してるのかを研究するというデータはいくつもあったんですけど確実にこういった行動が地震の前触れだったって言い切れる結果はまだ出てないんですよね。まあ、でもその可能性っていうのはゼロではなくてやっぱ人間が感じていないだけで動物が何かを感じ取ってる可能性っていうのは全然あるんですよ。例えば聴覚の違いとかね過聴域これ何回も言ってるんですけど人間は最高でも2万ヘルツの音しか聞けないんですけど、まあ、それ以上の音っていうのは超音波なんですよ。ただ犬はですね約5万ヘルツ猫は6万ヘルツぐらいの音を聞くことができるんです。だから人間にとっては聞こえないこの超音波っていうのを犬とか猫は聞き取ってるんですね。こう何もないところを猫が見つめるっていうのは、まあ、そこから猫にしか聞こえない音が聞こえてるという可能性はありに。さらにこういった地震の前っていうのは磁場に変化が起きるってことが考えられていて静電気っていうのが急激に増加するってことがあるみたいなんですよ。で人間でもこれを感じる人は頭痛がすぐ起きたりするそうなんですけど犬とか猫っていうのはこれをはっきりと感じ取っていて騒ぎ出してるとも言われています。飼い猫が地震の前に狂ったようにね家中を駆け回ったりとかドアを開けたら外に飛び出してったとかで母猫が子猫を急いで引っ越しさせようとしたっていう話もあるんですね。実際にこういったものを経験した方ペットを飼ってる方ですごい多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ちょっと昔経験があるよって方はねコメント欄お願いします。なのでそういう話もあってかわからないんですけど中国とかではこういった地震予知のためにペットを飼う人が増えたっていうことがあったんですね。まあ、他にも動物でいくとイルカとかクジラの集団座礁あとはネズミが町からいなくなったとあとはカラスが大群で空を飛ぶ犬が遠吠えするとかねいろいろあるんですよ。ただやっぱり実際動物の気持ちがわからない限りですね、まあ、なぜそういった行動をするのかっていう結論は出てないんですよね。今後科学の進歩で分かってくることもあると思います。ただこの地震予知に関してよく言われるのが空ですよね。まあ、こういった空にある雲にも現れるんじゃないかという話があります。過去にですね阪神淡路大震災の1週間前に震源地の周辺では竜巻みたいな雲っていうのが確認されたんですね。まあ、よくこれを地震雲とか言うんですけど昔から言いますよね。なぜ起こるのかというと、まあ、震源周辺から発生する電磁波っていうのが雲の生成に影響を与えてるんじゃないかと言われててこの特徴っていうのが比較的高度がまず低いんですね。風に流されなくて長時間形を変えずに消えないというふうにされてていくつか形があるんですけどまず竜巻型さっきも言ったようなやつなんですけど地面に対して垂直または斜めに伸びる竜巻のような雲そして断層型これは雲
雲と空があるラインを境にくっきりと分かれてるような雲ですね。筋状、帯状、これは地面と平行に細長く伸びてる雲です。洗濯板状、鱗雲とも言いますかね、洗濯板の凸凹みたいに細長い雲が平行に並んでるものです。肋骨状、波紋状、これはもう広がる波紋みたいに遠心円状に複数の弧が並んでる雲ってやつで、肋骨みたいにも見えるそうです。そして放射状、これがある一点から広がるように放射線状に広がる雲ですね。あとはレンズ型とか UFO 型とか、すごい独特な雲の形がいっぱいあります。これをね、総称して、地震雲と言われるんですけど、これがね、よく大地震の前兆じゃないかって言われてるんですけど、ただこの地震雲については気象庁が公式ホームページにて見解発表してまして、こういった形の変わった雲と地震の発生っていうのは一定頻度で発生する全く関連のない2つの現象が見かけ上そのように結びつけられることがある程度のことであり、現時点で科学的な扱いはできないと発表してるんですね。なのでこういった雲っていうのは結構起きるから、たまたま地震の前に起きてたというふうに結びつけられてる可能性があると、関係あるかもしれないけど科学的には説明できてませんということですね。でもこれ思ったのが、どうにかなんかその人間が生み出した何か科学的な力で予知できないのと思ったんですけど、あるじゃないですか、緊急地震速報ですよ。心臓に悪い音第5位ぐらいのやつですね。あれっていわゆる事前に教えてくれるから、予知してるとも言えるんじゃないのかと思ったんですけど、これはちょっと違いますね。この緊急地震速報の仕組みっていうのが、実際に地震が発生して初めて発表されるものなんですよね。で、仕組みとしては、地震が起きた時に発生する初期微動の P 波と主要動の S 波っていう2つの波があるんですけど、まず揺れが弱くてスピードの速い P 波を、震源地近くの地震計で受信して、その震源の位置とか地震の規模とか、これにより想定される揺れの強さを自動で計算すると。で、揺れの強い S 波が僕たちの前に到着する前に、テレビを通じて強い揺れの地域をお知らせするってものなんですね。なので、そこを受け取ってからこの地震の揺れが到達するまでに、ほんと数秒とか何十秒しかないので、あと震源が近い場合だとですね、この速報と同時に地震の揺れが到達するってこともあって、現状予知と呼べるほど万能なものではないというんですね。すごい重要ですけどね。じゃあやっぱ気になる今後できる可能性はあるのかという話なんですけど、やっぱ気象庁によると、正確な予知は厳しいっすと言われてます。ただ、この2020年の初めにですね、ドイツとロシアの研究者が、地球上にいる何千匹もの鳥とか哺乳類、昆虫の行動を追跡して、位置情報、活動、現地の気象情報を国際宇宙ステーションのアンテナに定期的に発信させようというプロジェクトがあって、現在テスト段階なんですけど、これが運用されていくと、地震とか火山活動とか、そういった自然現象の予測に役立てられるんではないかという研究が行われてるんですね。なぜそんな行動するのかなんかどうでもいいと。この行動したら地震とか火山噴火が起きるよと分かるようにすればいいんじゃないかってものですね。これ僕もそう思ってました。なので、この研究が進んでいくと、動物の行動パターンと災害、こういった関連性もいくつか見えてくるのかもしれませんということです。まだ始まったばっかりなんで、まだ分かってません。いや、これは期待できますよね。ただ、そうなった研究の末に予測できたとしてもですよ、10年ぐらいかかる可能性もあるかもしれないし、まだ先のいつかの話なんで、やはり僕らが現状できることとしては、被害を最小限に抑えるために対策とか防災ですよね。どういった行動をすればいいのかっていうのを事前に知っておくことの方が大事なんですよね。で、これに関しては概要欄にですね、地震対策に関してすごい話をしてるんで、そちらを見ていただきたいんですけど、ちょっとこれ面白いなと思ったやつがあって、それがですね、アメリカンレスキューチームインターナショナルっていうところあるんですけど、ここの隊長のダグラス・コップ氏って方がいるんですよ。いわゆるレスキューのプロ中のプロなんですけど、このコップ氏によるとですね、地震の際に最も安全な場所は三角に開く隙間だそうなんですよ。これがですね、すべて大きな被災地の現場で生存者を発見したのがこの三角形の空間だったそうなんですよ。これは倒壊して偶然三角形になるってこともあるかもしれないんですけど、家の中にもその三角形の場所ってありますよね。ちょっとここ意識してみてください。ですがやっぱり結論として確実な予測はできないんで、起こるものと考えて対策しておいた方がいいです。これは現象なんですけど、地震発生前の前兆現象として震源断層域の一部で発生して、ちょっとずつ滑り始める現象っていうのがあるんですよ。スロースリップが始まったぞってやつですね。で、これに関しても確実に発生するとは限らないんですけど、もしこのスロースリップが始まったら、気象庁は内閣総理大臣に報告して、総理は閣議にかけて警戒宣言を発するということになってるんですね。怖いですね。これが過去に2009年ですね、イタリアで起きた地震で死者が300人以上になったんですけど、このスリップの情報から研究者が近々でっかい地震が来るっていう風に警告したんですよ。で、これが結構大騒ぎになったんですけど、この時この混乱を収めるためにイタリア政府が大地震発生の可能性は低いですよっていう情報を出したんですけど、その6日後に地震が来たんですね。それでも確実なものではないんで、確率でしかものは言えないんですけど、この日本におけるマグニチュード8から9クラスの地震、この30年以内の発生確率っていうのが大体 70% から 80% って言われてます。動物と雲とかに頼らずにね、対策をするっていうのが一番だということでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。地震と動物とか予知に関してのお話をしました。ぜひですね、皆さんがちょっと不思議な体験とかスピリチュアルなものでもいいんで、コメント欄書いていただければと思います。
リクエストで逆外来生物についてまとめてくださいっていう声がありましたのでやりたいと思います。ちょっと噛みましたけど、まあ、早速なんですけど、皆さん外来種っていう言葉聞いたことありますよね。海外から日本に持ち込まれてなんかいろいろやらかしてるっていう動物ですよね。あのブルーギルとかブラックバスとか有名ですよね。まあ、これね、今更なんですけど、なんでダメかっていうと、生態系統に関する被害防止に関する法律で飼育運搬保管等がダメってなってますね。釣ってもいいけどリリースしないでねっていう件も多いですよね。ただ本日お話しするのはその全く逆ですね。日本原産で海外へ持ち込まれたいわゆる逆外来種でございます。その中でも海外でその他の生態系を脅かすとされている侵略的外来生物についてまとめてきたんで紹介したいと思います。意外なあの生き物係もいるかもよ。では早速です。1つ目、タヌキ。はい、とまずは皆さん知名度 100% タヌキですね。福岡の美女はタヌキ顔なんて言いますけど、有村架純ちゃんとかそういう方ですね。タヌキって実は思いますよね。まあ、全然害がある感じはしないんですけど、まあ、23区にもたまに出没するらしいんですけど、まあ、この子もともと日本をはじめ東アジア原産の動物なんですけど、まあ、19世紀以降ぐらいから毛皮目的でロシアに持ち込まれてヨーロッパ全土に生息地が広がっていったとされています。ただこのヨーロッパに広がったタヌキがですね、鳥とかキツネ、他の動物から食料を分取って生態系を脅かしてるとのことなんですね。タヌキ強し。またはですね、狂犬病とかの病気を広めてしまうというのも危険されてるみたいでして、スウェーデンとか北欧の国ではですね、タヌキを専門的に狩るタヌキハンターっていうのも存在してて、そんな脅威なのかなっていうイメージはないんですけど、実はこの日本でも農作物を食い荒らしたりとか人間を悩ます害獣として指定されています。まあ、この野生鳥獣による農作物の被害状況というのが200億円ぐらいですかね。毎年ぶち抜いてますね。やばいっすよ。ただ保護法っていうのがあるんで、個人で殺したりとか捕獲しないでくださいねっていうのがありますね。まあ、そのためのタヌキハンターですね。お次も身近な動物なんですけど、ニホンジカ。こちらもですね、日本においても農作物とか森林を食べ尽くすってことで問題視されてるんですけど、海外でも例外じゃないんですね。まずこの古くからニホンジカっていうのは食用とか狩り目的でアメリカ、そしてヨーロッパに持ち込まれてたんですけど、ニュージーランドとかの地域ではニホンジカの天敵になるような動物が少なかったんですね。なのでそこを考えていなかった結果、どん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 繁殖していって農産物に深刻なダメージを与えてきたそうです。まあ食用目的だったのに食料を食べられてるってちょっと皮肉聞いてますけど、またスコットランドとかではもともとその地域に住んでいたアカシカと交配を行って、純血のアカシカがほぼいないという状態になってると、こちらも問題されてます、ね。こういった動物を紹介したんですが、お次はですね、3つ目、イタドリ。呪術廻戦じゃないですよ。こちらはですね、食用とか薬に使われる植物ですね。鳥っぽいですけど、日本をはじめアジア圏内にはごくありふれた植物なんで、まあ、なんか見たことあるなって方多いと思うんですけど、これが問題を起こしているとされているのがイギリスです。もともと19世紀頃に観賞用としてイギリスに持ち込まれたとされてるんですけど、そのとんでもない繁殖力からイギリスにもともといた在来種を脅かすという植物になりました。日本ではこんなこと起きないんですよ。それがなぜかね、イギリスへ渡ったイタドリが繁殖に繁殖を重ねてコンクリートとか突き破って最終的には家すらも飲み込んだって言われてるんですね。そんな干渉するつもりなかったってやつですね。まあ、そのためイギリスでは土地にイタドリが生えていただけで、その時価が下がってしまったりとか、その土地に家を建てようと思っても銀行がいやイタドリおるやんつって断ることがあるらしいんですよ。このイタドリ対策でイタドリの汁を吸うイタドリマダラキジラミっていうね、害虫を含んだ農薬なんかが導入されてると言われています。まあ、日本では全く問題になっていないのに、なぜかイギリスだけでこんなことが起こるって不思議ですよね。お次もこれは日本やなって話なんですけど、コイでございます。皆さんおなじみのね、息作って声話そうかっつってコイですよ。まあ、元々このコイ自体が中国から日本に来た中国原産の魚と思われがちなんですけど、一応日本原産のコイと中国原産のコイの2種類がいると言われています。そんなコイの最大の特徴っていうのが、どんな水でも住めるっていうところですよね。まあさすがに限度ありますけど、その上コイはですね、食欲もすごいってことで、北米ですね、特にアメリカで川に繁殖して既存の生物を食い尽くしてしまうってことで深刻な問題になってるんですね。まあ、日本でいうブラックバスとかブルーギルみたいな感じですよね。だから逆なんですよね。まあ、実際オーストラリアではコイによって年間大体405億円ぐらいの被害をもたらしてるって言われてて、政府はですね、2016年にコイは最悪の有害生物だとして、その駆除に当たるためコイヘルペスウイルスっていうね、ウイルスを川に流す計画まで立てていたって言われてるんですね。まあ、仕方ないとはいえ生きるために殺すってね、なんかこう形を変えても避けられないんだなと思いますよね。お次はですね、これ朝食べたぞという方いるかもしれません。5つ目、ワカメ。もうこれもね、一部の国を除いてはただの迷惑な生物として大きな問題になってます。ちなみに僕も朝味噌汁で飲みました。まあ、元々はですね、日本とか朝鮮半島の近海のみ生息する海藻だったんですけど、船の移動とかでアメリカ、フランス、イタリア、オーストラリア、ニュージーランド、国会、地中海とか世界中の海で繁殖したんですね。なんで問題なのかと言いますと、まずこれワカメを食べる習慣がないってことですね。日本は食べますけど、近くの中国ですら別に食べないかなという感じだそうでして、そのためですね、食われないからどんどん増え続けて、カキとかエビなんか他の生物の繁殖を阻害したり、機械に絡まってぶっ壊したりとか、水産業にとってはもはやデメリットでしかないと言われてるんですね。まあ、ワカメ大量発生って聞いてもね、いやワカメいっぱい食えるじゃんと終わるんですけど、まあ、確かに食べないんだったら邪魔でしかないのかなと思うんですけど、じゃあ食べろって話なんですよね。ワカメ美味しいのね。次も見たことある植物ですね。6つ目、チガヤ。はい、こちら名前はピンとこないかもしれないですけど、アジアとアフリカ原産の植物で、初夏に
になると白い方をいっぱいこう実らせて、ススキにちょっと似てるあいつですね。あいつこれ見ると夏の到来感じられて好きだっていう人もいると思うんですけど、日本でもただの雑草でして、まあ、ただそんな大量発生してるところ見たことないんですけど、気候が変われば世界最強の雑草というね異名がつくほど厄介なんですね。特に問題されてるのがその生命力ですね。シガヤっていうのが寒気と雨季がはっきりした地帯から亜熱帯地域でも爆発的に繁殖するってことで知られていて、まあ日本は四季があるので東南アジアとか熱帯雨林が切り開かれた場所にこの地ガヤが1個おるだけで大量発生してアランアランと呼ばれる草原に変えてしまうってことがよくあるんですよ。もう場所変えちゃうみたいな。アランアランってなんかハリウッドザコシスみたいですね。だからもう一度そうなってしまうと森林が再生しないとも言われてるんですね。ただこれ昔は食べてたという話もあるんでね、まあ、しかも根が深いらしくて、なんか記憶でも引っこ抜こうとしてなかなか抜けなかったのを覚えてますね。まあ、どこの何の記憶か分かんないですけど、お次も似たような植物、7つ目クズ。こちらはですね東アジア圏が原産の植物クズですね。名前ちょっとあれですけど、日本でね聞き馴染みがあると思います。それもそのはずで、秋の七草の一つなんですよ。まあ、古くから食料とか薬として使われてるんですけど、僕の地元にもこのクズで覆われた通称エロ本屋敷って呼ばれたボロ屋敷があって、床にマジで随時更新されるぐらい100冊のエロ本が散らばってたんですよ。あれどうなったのかな。まあ、この植物がですね問題引き起こしてるのが北アメリカ。まあ、元々は1876年にアメリカのフィラデルフィアの独立100年祭博覧会の際に日本からアメリカに持ち込まれて、しばらくは家畜の食料とか観賞用でこうもてはやされてたんですけど、次第にですねその繁殖スピードがちょっと俺強いなっていう話になったんですね。まずアメリカに持ち込まれたクズっていうのがものすごいスピードで繁殖して、建物とか電線とかあっという間に覆い尽くしたんですね。古いなんか建物によくさ植物バーッなってるじゃないですか。あれです、あれです。まあほんとイメージ通りですね、いざ生えてしまうと地面にものすごい太い根を張るので、もう切っても切ってもすぐ生えてくるんでかなり厄介で、アメリカではグリーンモンスターという異名がつきましたね。ちなみにアメリカではこのクズによる被害額年間で500万ドル、日本円で5億円にも上ると言われています。とんでもない額ですね。お次は虫系なんですけど、8つ目、マメコガネ。はい、こちら日本古来のコガネムシの一種ですね。こちらもアメリカで問題になっています。もともと1900年代に、まあ、輸送物資にこう隠れて行っちゃおうっつってアメリカ旅行行ったんですけど、そこで大量発生したんですね。まあ日本とかではモグラ、そして鳥が天敵なんで食べられて大量発生することないんですけど、天敵のいないアメリカではそんなことないんですね。最初は400平方メートルぐらいの場所で目撃されてたんですけど、あっという間にその分布は5万平方キロメートルまで広がって、大豆、トウモロコシとか農作物に深刻な被害を与え始めました。現地ではジャパニーズビートなんて呼ばれて、太平洋戦争時に対日プロパガンダに登場するほど厄介なものだったと言われています。今ではだいぶ駆除が進んでるんですけど、まあ、アメリカではたびたびマメコガネによる被害額ニュースが取り上げられていますね。まあこんな小さい虫でも天敵がいない環境に置かれると大量発生するってね、まあ生き物の世界って面白いなと思いますけどね。お次も虫なんですけど、9つ目、クサギカメムシ。はい、こちら東アジア原産のカメムシの一種ですね。なんか気づいたら部屋の中に入ってきてるあの強烈に臭いやつ、このカメムシがとある事件で一躍話題になりました。これ最近ですよ、4年前ぐらいじゃないですかね。日本からニュージーランド輸出用の車を積載した貨物船からこのカメムシの幼虫が大量に見つかったってことで、ニュージーランド政府が入国を拒否したっていうニュースがあったんですよ。臭かったからとかいう冗談もあったんですけど、実はそうじゃなくて、過去にこの貨物船に紛れてまたアメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国へカメムシが旅行しまして、深刻なダメージを過去に与えたっていうのがあったんですよ。もちろん臭いっていうのもあると思うんですけど、柑橘系のみかんとか、もう果実のリンゴとか、こういった種類を吸い尽くすことで知られていて、その農家を営む方にとっては脅威でしかないんですね。その上このニュージーランドの事件のようにですね、日本の自動車の貿易への弊害にもなっていて、日本政府は原因の解明と対策を急いでいるということなんですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は海外で問題を起こしている逆外来種の紹介でした。まあ、動画の中でも軽く触れたんですけど、こういった問題って結構人間が原因で引き起こされてるって場合がほとんどなんですよ。人の移動とか怪我を使ったり、観賞用とかペットで飼おうかっつったりとか。なので何億年もかけてゆっくり形成されていった生態系を人間の手で一瞬で変えてしまってるってことをね、人間我々は認識すべきですよね。それで困った困ったっつってね。まあ、ただ一つこの動画を作ってて思ったのは、やっぱ環境が変われば動物も植物も人も一緒で大きく変われるんじゃないかなと思ったところですかね。今の職場とかで全然仕事できないと思ってても、まあ、部署が変わった途端で力を一気に発揮したりとか、なんか生きるものにおける環境ってみんなが思ってるよりも本当はもっと大事なんじゃないかなってすごい思いましたね。そこをね見極めるのもねスキルの一つなのかなとちょっと思いました。ピエン超えてパオン超えてシオ、まあ、ちょっといきなりですが、僕実はメンヘラなんですよ。ほんとね、自分でも嫌になるぐらい些細なことで落ち込んだりとか心配性になってしまう性格でして、かろうじてミンティアブラックと命の母で自我を保ってるんですけど、僕と同じように精神的に少し弱い方結構いらっしゃると思いますね。そこでタック TV は考えた、俗に言うメンヘラは人間だけなのかと。じゃあ本題です。結論から言いますと、弱肉強食の世界である動物界でもメンヘラとも言える生き物は存在しております。なので今回いろいろと調べてきました。
ただ一つですね、そういった行動の習性があるだけで、まあ、メンヘラなのかどうかは分かってません。まあ、動物喋んないですからね。動物が私メンヘラだよって言ってるわけじゃないんで、こっちで勝手に解釈してるってだけですね。そんな動物界のメンヘラというのを早速紹介していきたいと思います。一つ目、深海アンコウ。はい、1個目、これ早速マニアックな動物。深海に住んでるアンコウですね。皆さん知ってますよね。もう深海におる時点でメンヘラやろと思うんですけど、この深海アンコウは水深2000メートルに住む生き物で、この子たちまだ深海なんで、まあ、真っ暗ですよ。だから真っ暗のスマホの光みたいな世界で生きてるんで、なかなか自分のパートナーに出会えないんですよ。なのでこの深海アンコウのオスはメスと出会いましたら、この機を逃すまいとかなりのメンヘラぶりを発揮します。まずオスがですね、まあ、メスを見つけますよね。そしたら何をするのか、初手思いっきり噛みつきます。いや犯罪なのよ。絶対に逃さないために思いっきり噛みついて離さなくなるそうですね。ほんでこっからちょっとホラーなんですけど、しばらくすると噛みついたオスはメスと融合します。なんでやねん。結婚じゃなくて結合するんですね。循環系ごと一体化し始めるんですよ。やがてそのオスというのが遺伝子を継承する過程で、目とかヒレ、そして内臓とかもなくなっていきます。そしてメスにくっついたまま、メスは自分で食べたものを最小限の栄養をこのオスに供給して生きながらえる余生というのを過ごすんですね。あのめちゃくちゃ紐男なんですよ。結構グロいし普通にホラーですよね。別れたくないがゆえに束縛した挙句、尽くしすぎて彼女の紐になってしまう系男子ですね。まあこれ人間界でも一定数いそうですよね。次です、2つ目、クモ。はい、これ次はクモなんですけど、これも実は動物界で最も常識破りな愛し方をする生き物だと言われています。それがですね、全てのクモがそうじゃなくて、ナーサリーウェブスパイダーっていう種類のクモがいるんですけど、その求愛行動っていうのが、オスは交尾をするときに相手のメスが動けないようにまず糸で縛る習性があるっていうのが分かってるんですね。動物界のS。これ実はしっかり理由があって、基本的にメスのクモっていうのはオスよりも体が大きくてかつ凶暴なんですよ。だからオスはね、基本的に交尾するってなったらまあまあな命がけなんですよ。ちょっと意味わかんないですけど、だから行為の前に、気持ちよくなる前に捕食されてしまうっていう危険があるんで、まあ、そういったことにならないためにまず拘束するんですよね。まあ、その中でも最も畜生な種類のクモもいて、これ日本にも生息してる銀メッキゴミグモっていうね、もうなんかちょっと名前で匂ってるんですけど、このオスはメスが他のオスと交尾をしないように生殖器を破壊するっていうことで知られてるんですね。自分以外のクモと交尾できないようにね。これが最も戦略的な生殖を行う生物の一つなんて言われてるんですね。めちゃくちゃ鬼畜でしょ。次です、3つ目、セアカサラマンダー。はい、お次はですね、セアカサラマンダーっていうアメリカとかにいる森林の山椒魚なんですけど、陸生のね。このセアカサラマンダーは最も嫉妬深い生き物として知られています。っていうのが、このセアカサラマンダーのオスが自分のパートナーのメスがちょっとでも浮気の疑いがあればめちゃくちゃ攻撃する習性があるんですよ。もう手あげちゃう。もう浮気を許さないどころか、メスが他のオスに近づいただけでも思いっきりしばくらしいですね。っていうのもあって、このセアカサラマンダーのメスはオスよりも天敵から逃げる能力が高く進化してきたとも言われてるんですよ。もうオスに嫉妬されすぎて自衛本能が進化したって言われてるんですね。嫉妬するぐらいだったらいいんですけどね。まあ、人間界の皆さんも DV 絶対ダメですよ。お願いしておきますね。次です、4つ目、カメ。はい、お次カメですね。あんまりそういうイメージないですよね。おとなしくて可愛いななんてイメージだと思うんですけど、これも実はイレギュラーな愛の形を取ることで知られています。それがですね、オスがメスの前にドーンってまず立ちはだかって、まあ、手を伸ばすんですね。顔の付近にこう手をゆっくり伸ばしたかと思えば、ものすごい速さで思いっきりビンタするんですよ。基本動きが遅いカメからは想像できないスピードでパンチ、バチバチバチって往復ビンタを繰り出す時もあるそうでして、これボンピングって呼ばれるカメの求愛行動だそうですね。完全に DV じゃないですか。ちなみになんですけど、これやってどうなるのか、この往復ビンタをした後に相手のメスが動きを止めたら OK らしいんですね。カップル成立らしいんですよ。なんか殴られても愛しますって意味なんかな。でやっぱこの求愛行動が見たくてカメを飼い始めたって人とかも結構いるそうですね。わー、かなりの変態には間違いないですね。次です、5つ目、クロコンドル。はい、お次はクロコンドルですね。このクロコンドル、さっきのセアカサラマンダーと同じように完全なる一夫主義なんですよね。ただちょっと変わった習性があることで知られています。っていうのが、このクロコンドルのオスの浮気が発覚するとするじゃないですか。するとそのパートナーだけじゃなくて他のクロコンドルたちからも総攻撃されるそうですね。こうやって不倫したら奥さんだけじゃなくて会社の後輩からもしばかれるっていう習性を持つのはクロコンドルと人間だけと言われてますね。不倫すると社会から攻撃される、まあ、芸能人と似てますよね。まあ、だからクロコンドルの私。次です、6つ目、ワシ。はい、ちょっとここで不倫の話は一旦やめまして、逆にものすごい一途だと言われてる動物紹介します。それがね、このイメージも皆さん硬派だと思うんですけど、ワシですね。特に白頭ワシっていう種類のワシはパートナーが亡くなるまで定説を守ることで知られてるんですよ。めちゃくちゃ一途なんですよ。ペンギンなんかもそれで有名って聞いたことあると思うんですけど、っていうのもとにかく鳥っていうのはものすごい一途なのが多くて、例えばアヒルとかガチョウとかはきちんとお付き合いしてから夫婦の関係になるっていう
ていう種類もいて、生涯浮気もしないし、パートナーが亡くなったりすると悲しんだりとか落胆したりするそうなんですね。だから自由の象徴が鳥みたいなイメージですけど、恋愛に関しては硬いんですよ。かっこいいですね。なのでとりあえず皆さんは鳥系男子の人を見つけましょう。次です、7つ目、ラッコ。はい、お次ラッコですね。可愛いですね。このラッコもね、ちょっと変わった求愛行動を取ることで知られています。このラッコのオスがメスに対して求愛をした後ですね、 OK をもらって即交尾するのではなくてですね、まず一緒に並んで波に揺られるんだそうですね。これすごいなんかロマンチックですよね。でまあいい雰囲気で純愛な感じなんですけど、ここまでいざことが始まるとオスがメスの鼻にがぶりついて引きずり回すそうなんですよ。何があったんや、さっきまでのエモい感じどこ行ったん。これやってる理由が、交尾の際に体勢を維持するために行ってるらしいんですけど、まあなんかメスの中には噛まれた傷がひどすぎてしばらくご飯が食べれなくなるっていうメスも中にいるそうですね。かわいそうですね。次です、8つ目、ヘビ。はい、お次はヘビですね。これカナダに生息するガーターヘビっていう種類のヘビがいるんですけど、これもかなり変わってます。っていうのが、春になると冬眠からオスが目覚めるんですけど、1匹のメスに対して10から30匹ほどで一斉に求愛を取るんですよ。もうメスの周りに大量のオスが群がって、まあ交尾玉って呼ばれる状態になるんですけど、その中で交尾できるのはたった1匹だけなんですね。バチェラーみたいな。で1匹のオスが幸運にも交尾を遂げることができたら、なんか周りの数十匹のヘビはそれを察知してすぐ諦めて、はい解散っつってどっか行くらしいんですね。なんかクラブに行ったら似たような光景見ますよ。次です、9つ目、狼。はい、お次これ狼なんですけど、まあ、ちょっとメンヘラではなくてメンヘラ中さの動物なんですよ。基本的に狼もこの一夫一婦制で、メスは特にこう複数のオスと関係を持ったりしないんですけど、オスが亡くなったりとか群れから追い出されたり生殖機能がなくなったり、ちょっと男らしさがなくなったりしたら突然手のひらを返して次の相手を速攻で探し始めるんだそうですね。なんか切ないですよね。まあ、なんか子孫を残すために致し方ないのかもしれないですけどね。これ一番人間界でも普通にありそうですね。はい、というわけで以上が動物界のメンヘラ特集でした。最初に実は僕メンヘラなんですって話をしたんですけど、最後にメンヘラとは無縁の方のためにメンヘラの特徴を紹介したいと思います。1つ目、まず感情の起伏が激しい、かつ基本マイナス思考ですね。これはもう当たり前の特徴じゃないですかね。日常茶飯事マイナス思考ってわけではないんですけど、自分が強い感情を抱く、まあ、例えば友達だったり恋人だったりとか、そういったものが関係してくると、まあ、頭で勝手に最悪の想定をしてしまいがちですね。2つ目、人や物事に依存しやすい。はい、これはね1つ目にもつながるんですけど、自分の周りの人だけじゃなくてタバコだったりお酒だったりとか、人によっては睡眠薬なんかも強い依存を示すパターンがあるそうですね。なので自分は依存体質だって自覚しておく必要があるということですね。でちょっと今のでも全く共感できなかった人のためにメンヘラになる原因もついでに紹介したいと思います。1つ言われてるのが幼少期の愛情不足ですね。まあ、人間っていうのは必ず誰からか愛されたいという生き物なんですよ。でその愛情が欠乏するとどうしても周囲のもので必死に埋め合わせをしようとするというふうに言われてますね。2つ目、これもね医学的根拠あるわけではないんですけど、メンヘラの方はストレスに蓋をするっていう傾向があるそうですね。ストレスをずっと溜め込み続けると絶対どっかで爆発するんですよ。なのでメンヘラの方はその蓋してきた部分が限界を迎えている現れなのかもしれません。で最後もう1つ、まあ、これ全部共通するんですけど、周りもメンヘラってパターンですね。これ女性なんか多いかもしれないですね。人間っていうのはそんな強いものじゃないので、どうしてもその環境に影響を受けてしまいがちなんですよ。なのでいつも一緒にいる人にどうしても似てくるんですね。なのでパートナーとかいつも一緒にいる友達がメンヘラだったりするとその影響を受けていくと言われてます。つまりはメンヘラがメンヘラを生んでいるってことですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。動物界の話でした。動物って何考えてるかわからないこと楽しいですよね。ちょっと最後に仲のいい友達のメンヘラエピソード話して終わるんですけど、僕の仲のいい友達が18歳ぐらいの時事故で入院しちゃったんですけど、そいつ曰く共通の友達関係で知り合った年上の女性とちょっと意気投合しまして後日遊びに行ったんですけど、ほんならねその子年上なんで車持ってて迎え来てくれたらしいんですけど、なんかちょいちょい言葉きつかったらしくて、なんか前走ってる遅い車とかに対してこいつマジ遅い死ねよみたいなこと平気で言うから、なんか今日会う前から雰囲気的に止まるみたいな感じだったのをちょっと嘘ついて断って迎えに来てくれた場所まで送ってみたいなことをやんわり伝えたら、急に無言になってこう鼻をすすり始めて、友達はすぐにあこいつメンヘラクレスだと思って外をずーっと見てたらしいんですけど、そしたらなんで帰るっつってこうハンドルをねちょっとゴンゴンしだしたっつって、でそのなんでのタイミングでアクセルもこうたまにおるタクシー運転手みたいに踏んだり離したりぐんぐんしだしたらしいんですよ。これちょっとあって間もないのにムカつくな思って、もうちょっといいからここで降ろしてくれみたいな感じで強く言ったらしいんですよ。ほんならキンモっつって感情のバロメーターぶち上がったんでしょうね。そのまま気づかず信号を無視しちゃって左から来たマーク X に横ぶち込まれたんですよ。やべえやつでしょ。それでちょっと足やっちゃった入院したんですけど、まあ、その時僕お見舞い行ったんですけど、お見舞いの品に24時間テレビのマラソンコーチの坂本雄二さんのあなたでもできるフルマラソン、あの有名人も成功した完走術、まあ、この本プレゼントしたらまあまあキレられましたね。ピエン。
小学生の頃に友達がめっちゃ喧嘩しまして、僕仲裁に入ったんですよ。でそのうちの一人が目の上を切っちゃって、すごい血が出ちゃって、で病院に行った後、後日別室で二人と僕を交えて状況を説明するみたいなのがあったんですけど、そこで何でしょうね、当時正義感が僕ちょっとおかしくて、特に小さい頃バグってて、今もなんであんなこと言ったのか分かんないですけど、泣きながら僕がもう少し早く止めてれば翔ちゃんは怪我しなかったんですよ先生って、誰よりも泣いたんですよ。ほんならちょっと沢村くんおったら状況が分からんから教室帰ってって2秒で返されたんですよ。でなぜか全く関係のない僕が一人で泣きながら教室に帰るみたいな、みんなも僕の方を見てなんでお前が泣いてんのみたいな。あの日から僕は正義を捨てました。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことダンクです。さあ今日なんですけど、皆さん迷信って信じますか？全然ちょっと話関係ないですけど、有名なやつで行きますと、北枕は不吉とか、テンパに悪いやついないとかありますよね。で中には相手が喋れないからといって好き放題でおなじみ、動物に関する迷信って結構ありますよね。今日はこの世の中で不吉と呼ばれてる動物とその理由などを調べてきたんで紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、黒猫。まず一番有名なのが黒猫ですよね。でまあこれ世界共通で、黒猫が目の前を横切ると不吉の前兆というふうに言われてますよね。まあ 99.8% ぐらいの人は聞いたことあるかなと思うんですけど、黒猫ヤマトはその逆を言ったわけですけども、で実はこの迷信が生まれた理由、かなり歴史が長いんですよ。これ中世のヨーロッパまで遡るんですけど、当時キリスト教がいわゆるブームでして、その信者たちが他の宗教を全く受け付けなかったっていう節があったみたいなんですよ。で猫っていうのはイスラム教徒が大半を占めていたエジプトでは古来から聖なる動物とされていたんですね。創始者のムハンマドが猫を大事にしていたっていうのもありますよね。なので当時過敏なキリスト教徒が猫に対して特に闇のイメージとリンクをさせて黒猫を不吉の象徴と言い始めたことがきっかけとされてるんですね。ちなみに15世紀から18世紀ぐらいになると、ヨーロッパ各地で魔女狩りって聞いたことありますか？まあ、この大虐殺があったんですけど、この時にまあ言ってしまえばひどい話ですけど、ついでに黒猫もたくさん殺したんですよ。なのでこの時ぐらいから魔女と黒猫がセットのようなイメージがあると思うんですけど、そのイメージが来てると言われてるんですね。大昔の宗教的な観点が今も残っていて、黒猫が前を横切ると不吉と言われてるんですね。まあ、前を横切ったらっていう謎の条件はよくわからないですけど、これを人間に対してお前が目の前を横切るだけで気分悪いって言うと学級で問題になりますよね。そういうことです。ひどいもんだよ。2つ目、コウモリ。はい、お次はコウモリですね。このコウモリは特に西洋とかでは不吉の象徴とされてるんですね。血を吸うコウモリがいること、普段暗い闇の中で生活していて夜行性であることが理由なんですけど、まあ、皆さんコウモリって聞くとヴァンパイアのイメージあると思うんですよ。まあ、あれもね、なんかコウモリが周りにベーっているみたいなイメージありますよね。ここから派生してるそうなんですよ。ただこれ面白いのが、国によっては全く逆の意味、幸福の象徴として扱われているところもあると。その国っていうのが中国なんですけど、中国ではコウモリを富の象徴として風水的にもいいとされてるんですね。理由としてはまずコウモリの漢字、コウモリってまあこういう風に書くんですけど、このコウモリの森っていう字が日本語で言うと幸福とかの福あるじゃないですか、あれと同じ発音ということが理由の一つとされてますね。またそこから取って5匹のコウモリを描いた絵っていうのが長寿風紀健康子孫繁栄のこの五福の象徴として長い間縁起がいいものとされていたんですよ。国によっては全く正反対のイメージがあるって面白いですよね。全然関係ないんですけど、コウモリって動物の血を吸って生きるみたいなイメージあると思うんですけど、実は血を吸うコウモリってそんな種類としていなくて、日本で生息するやつは吸血しないんですよ。じゃあ何してるのか、実は海で魚ついてるんですよ。こう森を持って、こう森を持って、こうも次です。3つ目、黒ヤギ。次はヤギですね。多分あれですよね、なんか額に六芒星があって悪魔みたいなやつですね。でヤギは大昔から打天使とか悪魔とかそういったものの不吉なものとされてるんですよ。で逆にめちゃくちゃ似てる羊ってあるでしょ。であれは神の子羊と呼ばれるように、まあ、対照的な存在とされてるんですね。これ実はですね、旧約聖書のイサクの犯罪という逸話から来てるみたいで、その話の中である男アブラハム、これ聞いたことないですか？アブラハムには七人の子って、これ全然関係ないんですけど、その自分の息子のイサクを生贄にするように神様から命じられたんですよ。ただいざ生贄にしようとしたら、神様が派遣した天使がやってきて、おいちょ待てよ、それ本当にいいのかよって止めるんですよ。そこでアブラハムはただ神の意志には逆らえないということで、どうしようって考えた結果、たまたま居合わせたヤギを生贄にしたんですね。ヤギめっちゃとばっちりなんですけど、他にもヤギにまつわる話あって、キリスト教が誕生する前ですね、ヨーロッパでは自然崇拝の対象としてケルヌンノスっていう角が生えた神様を祀っていたんですけど、そこからキリスト教がだんだん普及していくと、この自然崇拝の宗教が異端なものとされるようになってきて、このヤギのような見た目のケルヌンノスが悪魔の象徴になったとされてるんですね。またものすごいとばっちり。でそこからさっきも言ったみたいにね、まあ、額にこう星があるんで、まあ、宗教的な感じはちょっとしてましたよね。他にもヤギを悪魔に例えた逸話っていうのがいくつもあるんで、気になる方は調べてみてください。次です。4つ目、カラス。
次はカラスですね。これ結構聞きますよね。カラスが鳴いたら人が死ぬとかね、まあ、これ本当だったら人類終わってますけど、この言い伝えの理由としては大昔の風習が関係していて、昔は人が亡くなった時に墓場で儀式をしてから埋葬するっていう風習があったんですよね。この儀式の際にお供えとしてちょっとした食事をお膳で添えていたそうなんですよ。でカラスってのは結構頭がいいんで、この墓場という場所に行ったら食べ物があるっていう風に覚えちゃって、墓場で鳴きまくっていたことからこの迷信が生まれたと言われてますね。まあ人間のせいなんですよ。まあただカラスからしたらあざーすよね。でやっぱ見た目が真っ暗なことも関係してるのかもしれないですけど、ただ日本文化とカラスは密接に関係する部分もあって、日本神話では神の使いとして描かれてるんですよ。それが皆さん聞いたことあるかもしれません、ヤタガラスなんですけど、これはですね古事記に出てくるカラスで、道に迷った初代天皇を三本足のこのヤタガラスが道案内をしたとされてるんですよ。まあ縁起がいいのか悪いのかはっきりしてくれた感じなんですけど、ちなみにねサッカー日本代表のエンブレムもこのヤタガラスですよね。で余談なんですけど、まあ一説によるとこのカラスが鳴いたら人が死ぬっていう迷信はこれあながち間違ってないんですよ。っていうのがですね、カラスは生き物の残りの寿命を予測する第六感みたいなのがあるらしくて、まあ、もうすぐ亡くなってしまう老人の家の周りにカラスがたくさん集まって鳴き続けたっていう話もありますね。じゃあ不特定多数の前に大量のカラスが飛び回るとどうなるのか。そう、自然災害で多くの方が亡くなるなんて言われてますね。まあ信じるか信じないかはあなた次第です。次です、5つ目、フクロウ。これ僕も初めて聞いたんですけど、このフクロウも不吉の象徴とされてるんですよ。まあ国によっていろんな逸話あるんですけど、アフリカとかヨーロッパの一部の国では子供に病気をもたらすとか魔法使い不幸を運んでくるなんて言われてますね。だから魔法使いでいくとハリーポッターとかモチーフになってますよね。こう言われた理由としては、まあ国によってもちろん違うんですけど、例えば中国ではかつて冬至とか夏至に木の上からフクロウの死骸をぶら下げて小鳥を脅すっていう習慣があったそうなんですよ。そこから悪の象徴として縁起が悪いものになったそうですね。他にもコウモリと一緒で夜行性なことをあまり目にすることがないことから不吉と呼ばれてる理由かもしれないですよね。ただ日本もそうなんですが、フクロウ自体を縁起がいいものとしている国もあるんで、これも国によって違いますね。次です、6つ目、クモ。最後はクモでございます。聞いたことないですか、朝のクモは殺すな、夜のクモは殺せってね。この夜に出るクモは地獄からの使者で、あらゆる不幸なものを引きつけてやってくるとされてます。で泥棒が入る前触れなんて言われてますけど、逆に昼間のクモは金運アップとか幸運の象徴とされてるんですね。実はクモは古来より人間にはない特殊な能力があると考えられていて、まあ、いろんな伝説とか物語に登場してます。一説によると陰陽論が関係してると言われてます。まあ、全てのものは陰と陽でバランスが取れてるってやつですね。陰陽論において陽の中に朝が含まれる、そして雲は陰とされてるんで、朝に雲を殺してしまうとバランスが崩れてしまうからダメだと言われてるんですね。いやそれさじ加減じゃないですか先生って僕は思ったんですけど、で他にも諸説あるんでね、これも気になる方調べてみてください。まあ、雲に関して最後もう一つね、実はこの地球上で最も人を殺してる生物って蚊なんですけど、まあ、動画出してるんですけど、この雲って蚊を捕食する数少ない生物の一つなんですよ。こう考えるとクモって絶対的に人間の味方なんですよね。害虫を食べるとかも言われてますし、まあの子は本当見た目で損してるよねって思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は不幸と言われる生き物の紹介でした。で中国のとあるサイトに日本人はなぜ不幸な動物を好むのかっていう記事があったんですけど、まあ、そこのコメント欄で中国人は動物を好き嫌いじゃなくて食べれるか食べれないかで区別するっていうのがあって、何とも言えなくなりましたね。こうしてみるとそれも含めてね、国や地域によって言い伝えって全然違ったりするのかなと。ただ一つ言えるのは、文化とか宗教的な価値観で勝手に不幸呼ばわりされたのはたまったもんじゃないですよね。動物には何の罪もないので、自分の周りの命は大切にしましょう。え？発泡スチロールが主食？そんな怪物絶対おらん。もともと都市伝説だったけど実際に存在していたっていう動物を教えてくださいみたいなことを言ってくれた人が何人かいたんで、今回それを動画にしました。まあ、最近長い動画多かったんで、まあ、サクッとねポテチぐらいの尺でキューンと紹介していきます。早速です、一つ目、前田敦子。はい、こちらね、中学の時ですかね、マジでハマって握手会行ったことがあってね、人生で初めての、まあ、5、6時間ですかね、まあ、並んでね握手した時、うわ前田敦子って本当におるんやってなりましたね。感動っすよ。幸せになってほしかったんですけどね。すいません、ちゃんとやります。二つ目、セイウチ。はい、こちら筋肉マンシリーズ第2回人気キャラクターランキングで第11位だったセイウチの元ネタのセイウチですね。まあ、でっかい牙がギューンと生えてて、まあ、そんな可愛くないんですけど、まあ、実はこの子すごい人懐っこくて、なんか噂で聞いたのは藤井聡太君と将棋打ってたよみたいな目撃情報もあるくらいなんですよ。でこの子13世紀ぐらいのヨーロッパにて都市伝説化されてたみたいで、なんか初めて見た人がなんかめちゃくちゃ長い牙を持った象が海に潜ってったって言い出したらしくて、だから漢字で表すと海の象なんですよね。
でこれが後に大体数百年ぐらい経っておとなしいセイウチだって解明されたらしいんですけど、それまではあんな牙の生き物にあったら命はないよねって若干都市伝説化してて、でちょっと面白いのが一説ではそれがどんどん尾ひれをつけていって、あのサーベルタイガーって皆さん知ってます？まあいるいない論争みたいありますけど、あれの目撃情報になったんじゃないかって言われてるんですよ。実はサーベルタイガーはセイウチだったんじゃないか説ね。まあ今度は当時の人に聞いておきます。次です。3つ目、ゴリラ。はい、こちらあの歩き方、実はナックルウォーキングって呼ぶでおなじみゴリラなんですけど、これもね実は昔からゴリラでして、ちょっとどういうことかというと、ゴリラっていう言葉自体が実はギリシャ語から来てて、これ翻訳すると毛深い部族って意味なんですよ。毛深い部族ってどういうことかっていうと、しっかり発見された1840年ぐらいまではですね、原住民の間で森の奥に住んでるとんでもなく凶暴な部族がおるって言われてたみたいなんですよ。だから動物っていうよりは人に近いと思われてたんですよね。まあ日本とかで置き換えると森でクマに遭遇するじゃないですか。まあそれが現地のアフリカとかはゴリラだったわけじゃないですか。これぶっちゃけどっちが怖いんですかね。まあ、僕はクマにもゴリラにも遭遇したことないんで判断しづらいんですけど、森で遭遇するならクマかゴリラどっちがいいですか。ちょっと気になりますね。でこれ意外と最近になってゴリラってそこまで凶暴じゃないし、この胸を叩いてるのは自己主張だよとか分かったらしいんですけど、まあ、それまでは凶悪な大地に住む存在と思われてて、ゴリラ狩りっていうのもハンターの中であったらしいですね。これはねゴリラ切れていいですよ。ちなみに5っていう数字をこうシンメトリーにしたらゴリラの顔みたいになるんだよな。最後です。4つ目、微生物。はい、これ盲点でしたね。オランダの方で顕微鏡って発明されたんですけど、まあ、ちゃんとね発明されたのが17世紀頃だったんですけど、まあ、これが開発されるまでは物質っていうのは肉眼で全部確認できるっていう思い込みあったんですよ。まあ当たり前なんですけど、でものすごい小さいものが見えるぞっていうものが開発できて、いろいろ見てたら、えなんかすごい小さいの動いてるんですけどこれってなったんですよ。でこれをね一旦報告したんですけど、嘘つけど、まあ、肉眼で確認できるものが動くかみたいな感じで一回ちょっとポイされちゃったんですよ。でも絶対なんかおるってなって、えちょっと待てよ、あもしかしてってなったんでしょうね。もうその下ネタじゃないですよ、科学の話ですから、精子だったりとか自分のですかね、こう見てみたら、いや動いてるみたいな、もともと僕たちこれってなったんですね。だからもしかしたらですよ、将来幽霊の存在とかも発明によって確認されるかもしれませんね。以上でした。他にもたくさんあるので、好評でしたら続編やります。最近ちょっと動物の動画とかなんか写真にものすごいハマってて、 YouTube のカワウソのチャンネル知ってます？我慢してた大好物のサーモンを食べる動画あるんですけど、もうほんとかわいい、カワウソスペースサーモンで出てくるんで、なんか嫌なことあった方はぜひ見てみてください。その後にオロチンユのゲジゲジアヒージョ見てプラマイゼロにしてます。小さかった頃絵の具食ったことあるんですよ。ものすっごい払いたくなって、その時思ったんですよね、絵の具が本気出せば俺死ぬなって。そんな話です。久しぶりに僕が大好きな動物シリーズでございますね。リクエストの方で結構多かったのが、逆に弱い動物紹介してくださいってやつだったんで、今回ですね、まあ、どう考えても神のいたずらやろと思うぐらいの弱い動物調べてきました。まあ俺にとっちゃ全員最弱やけどな。映画の一番最初に死ぬやつのテンションありがとうございます。早速ですね、いろんな理由で弱いって言われてる動物紹介していきたいと思います。1つ目、マンボウ。はい、出た、これ一番有名ですよね。ただこれね、実際ネットで言われてる最弱伝説とはちょっと違いますよみたいな話もあったんで、それ後半に紹介しますね。じゃあまずなんでこの雑魚だって言われてるのか、これまで言われてきた散々なことを紹介します。1つ目、朝日が強すぎて死亡。早い、朝迎えて終わりですから、見事な2コマ即落ちですよね。2つ目、寄生虫を落とすためにジャンプして衝撃死。どういうことなん、肉を切って生を絶ってしまう、いやこれどういうことなん。3つ目、まっすぐにしか泳げないのでいずれぶつかって死ぬ。なんかすごい昔から生きてるのに泳ぎが全然進化してないとか言われてますね。4つ目、水中の泡が目に入ってストレスで死亡。そうですね、これ海向いてないですね。なんかこの子すごいストレスに弱いって言われてまして、こういった感じですぐ死んでしまうから、海で動物とか岩にぶつかったら死ぬってことを想像して、そのストレスで死ぬこともあるらしいんですよ。いや繊細すぎるでしょ。さらにですよ、そうやって仲間が死んでいってしまったストレスで死んでしまって、それを見たマンボウがさらにストレスで死ぬとか言われてるんですね。いやどうやって今生きていきようのって話ですよ。絶滅危惧種でしょこれ。でマンボウって見た目こう口がなんかチューしてるみたいじゃないですか。唇がちょっと分厚くて、あれって実は水族館のマンボウだけって言われてて、あれなんでそうなってるかというと、あれって水族館のガラスとかにぶつかって腫れてるらしいんですね。あもうちょっと可愛くなってきましたよね。5つ目、食った魚の骨が刺さって死亡。はい、もうこれ魚の骨が刺さり始めたら海向いてないっす。6つ目、魚食ったらエラから出てきて死亡。どういう状況。でまあ他にも最弱伝説たくさんあるんですけど、これ実際どうなのかっていうところなんですけど、正直ぶつかっただけじゃ死ぬことっていうのがあんまなくて、ぶつかって怪我をしてしまってそこが可能していくと最悪死ぬとからしいんですね。だからもう人間とそれは一緒ですよね。で調べたら結構衝撃ですよ、今言ったの大体が嘘ら
らしいんですよ。マンボウブチギレっすよ。しばかれても文句言えませんよね。まず朝日で死ぬとか言ったんですけど、まあ、それやったらカメラのフラッシュ無理やし、で泡が目に入って病気になることはあるんですけど、まあ、それってマンボウだけじゃなくて、まずそうなっても死ぬことはあんまないし、まっすぐ以外も下手だけど泳げる。であのストレスに関しては仲間が死ぬよりも増える方がめちゃくちゃストレス溜まるらしいですね。仲間思いやなとか思ったら別にそうじゃなくて、その個体が増えていくと縄張り意識が働いてめっちゃ一人を攻撃することもあるらしいですね。で魚の骨に関しては本当に刺さってしまうこともあるけど、刺さるって分かってるからあんま食べることがないらしいですね。ただ体の構造的に刺さると抜けなくなってしまうという可能性があるらしいです。でエラから餌が出てくる、これ結構本当らしいんですけど、それで死んでたら生き残れないよってことでした。いや本当そうですよね。ただねなかなか生きられないのは事実で、飼育っていうのが非常に難しいみたいですね。まあ飼育しなければもっと生きられたかもしれんのですけど、はい、と以上がね勝手に最弱とか言われたマンボウ非暴事件でした。だから日向ぼっこで海の上にプカーって浮いたりするらしいんですよ。それ見て死んでるんじゃないのとか勝手に言われて、こんな感じで魚だけに尾ひれつけて広がっていったってことですね。そんな弱いわけじゃないらしいですね。早速次の動物いきましょう。2つ目ナマケモノ。はい、名前ガチャ失敗したやつですね。この子もすごい弱いらしくて、まず1日20時間ぐらい木の上でボーっと寝たりしてるらしいんですよ。いやアホやなと思ったんですけど、よくよく考えると僕家に24時間いるんで、ナマケモノ以下だって気づいた4月下旬。でなんか飯を食うのもめんどくせえなってなるから、1日 8g ぐらいしか食べないですよ。するとこんだけ動かないんで体に苔生えてくるんですよ。するとこのナマケモノラッキーっつってそれ食うらしいんですよ。で実は彼ら名前のせいで怠けてるとか思われてるんですけど、別にめんどいからこうしてるわけじゃなくて、もう体の構造上そうじゃないと生きられないんですよ。で消化っていうのも悪くて、 8g しか食べてないのに1ヶ月間ぐらい消化にかかったりとか、唯一トイレする時だけ木から降りるんですけど、歩く筋力もほとんどないんでトイレしに行くのが命がけなんですね。だから1日かけても数メートルぐらいしか歩けないんですよ。じゃあなんでこれこうなったかって話なんですけど、まずこのナマケモノからしたら動物ってのがほとんど天敵になるんですよね。でも木の上にいれば登ってくる動物限られてるんでずっといれるんですよ。でも登ってくるやつもいますよね。そういう時どうするのか、もう動かない。逆に素早く動くとそれに反応して攻撃されちゃうんで、海外とかではナマケモノの耳元で拳銃ぶっ放しても一切反応しないみたいな話あるんですよ。だからあえて動かないっていうのを徹底してるんですね。これが普通なら進化の過程で変わっていくのに、逆にいかに省エネで生きていけるかみたいに進化していったらしいですね。可愛いですよね。次です、3つ目、パンダ。うん、これももう見た目ちょっと弱そうですよね。はい、まずパンダって皆さん笹とか竹をずっと食ってるイメージあるじゃないですか。であの笹に関して実は栄養がほとんどないらしいんですね。だからジャイアントパンダは栄養がないものを食べてるんで、1日10キロから18キロぐらい食わないといけないんですよ。あの質より量を選んだタイプですね。でもこのパンダの消化期間見ていくと、別に肉でも食えるんですよ。じゃあ少しぐらい肉とか食えばこんなことならんのに、なんでそんな笹食うのかっていう話ですよね。でその理由が大昔に生存競争に敗北したからなんですね。パンダの仲間でいうとクマとかじゃないですか。大昔縄張り争いとかでクマとかに敗北しまくった結果ですね、標高が高い場所に追いやられて、泣く泣く笹とか竹とか薄いものしか食べられなくなったんですよ。でまあそうやって進化していったので、今でもあ僕たちは笹食うんでみたいな感じらしいですね。ただちょっと面白いのが、初めて目撃されたってされてるのが中国でして、世界最古の辞典とかに書いてあったりするんですよ。ただ格闘ゲームとかする方ならなんとなくわかるかもなんですけど、なんかパンダが戦ったりとか、カンフーパンダとか言ってこんな弱いのに強いキャラにされることってたびたびあるんですよね。でその理由っていうのが、さっきの中国の辞典にあって、このパンダっていうのが初めて目撃された時がパンダが竹を食ってる姿だったんですよね。むしゃむしゃで、当時の中国っていうのが弓に竹を使ってたんですよ。まあ、それが言葉足らずで、弓を食うクマみたいなやつがおるぞって広まってて、弓が竹からすぐに材質が鉄に変わったんですけど、弓を食ってるっていう風に入り口ができてるんで、次は鉄をとんでもない量食べる生き物がおるらしいぞって勝手な解釈が広まっていったらしいんですね。ほんで最初あいつの体どうなってんのみたいな感じで広まっていったらしいんですよ。でパンダって聞くとこれだけ弱いから可愛いって感じますけど、やっぱ体はもともとねクマと張り合うために生まれてるんで、強いっちゃ強いんですね。クマと比べると弱かったってだけで、調子乗って僕みたいにイエーイ笹やろうとか言ってたら普通にしばかれますよ。そう考えると人ってあんま強くないですよね。次です、4つ目、チーター。はい、チーターが池に落っこライオンでおなじみチーターなんですけど、いや強いやろこの方って思ったでしょ。まあ足は一番速くて最高速度120キロとか行ったりするバグなんですけど、実はそれだけなんですよ。足はめちゃくちゃ速いんです。まあさっきも言ったように人間と比べればそれは強いけど、同じような場所にいたライオンとかトラとかそういった弱肉強食で生きるってなると、筋力とか顎の力っていうのは結構劣るらしくて、足が速くても勝てないから結局大型草食動物の子供とかばっか狙うらしいんですよ。だから進化の過程で弱いからこそ逃げるための足が速くなったということで、一説では怪我をすることが一番嫌いな動物とか言われてますね。そもそも戦わないってこともたびたびあるそうですね。これ意外だなと思って、でこれ関連で意外だったのが最後ですね、5つ目、ワニ。いやいや、おちんち
チンさん強いでしょって話ですよね。いや強いんですよ。口を閉じる力っていうのは現在地上最強と言われてて、口の1平方センチあたり約260キロぐらいの力がかかるんですね。でイリエワニっつって凶暴なのはいるんですけど、この個体昔は体も10メートルぐらいを超えるやつもいたって言われてて、でその昔恐竜がいた時代まで遡るんですけど、あの T レックスいるじゃないですか。あの噛む力を900キロとした時に、ワニの噛む力は1平方センチあたり約1600キロと推定されてたんですね。ただですよ、口を開く力クソ雑魚です。これすんごいバランス悪くて、だいたい30キロぐらいしかないんですよ。あの中学生の握力の方が強いらしいんですよ、まあ、これもちろん個体差ありますけど、だからカニに抑え込まれたことがあるっていう話もあるぐらいで、もしねワニと対峙して、いやもうこれ絶対逃げられないと思ったら、丸太にしがみつくみたいにワニでやればくるくる回られても口は開かないっていう理論になるんですね。ただこれだけ大きくなれるのは500匹に1匹ぐらいだと言われてて、進化の過程で弱いから、一度獲物を逃したら次いつ食べれるかわからんから、逃げないように噛む力だけが強くなったと言われてますね。これも意外ですよね。はい、と以上がね最弱だと言われてる生き物の紹介でした。まあ今回結構いろいろ紹介しましたけど、何をもって最弱とするかで話全然変わってくるんですよね。クマムシっていうものに関してはすごい温度が高いところにいても死なないし、逆に低いところにいても死なないと言われてますけど、まあ爪でキュッてやったらプチって潰れて死ぬわけじゃないですか。だからマンボウ弱いとか言うけど、海っていう土俵にライオンが来ても勝てませんし、そこは難しいところでありますよね。他にもこういった弱いと言われてる生き物たくさんあるんで、気になった方は検索してみてください。ほんで最後にですね、ヤフー知恵袋あるじゃないですか。あそこに最弱の生き物って何ですかみたいな質問があって、でその回答に私みたいな生き物って書いてあって、ちょっと悲しくなりましたよ。確かにこんだけ僕ら人間って地球を我が物顔で食って寝て生活してますけど、その他の生物が人間と同等の知能を持った時、1億%支配されますよね。でふと思ったのが、その個体を残すために共食いしたりとか、同種を見捨てたりとか殺したりっていうのは、これ動物界でもあることなんですけど、そういった子孫繁栄の目的以外で同種を殺すのって、これ人間だけらしいんですね。まあ、もしかしたら一番賢いと思ってた人間は一番愚かな進化を遂げてるのかもしれません。ちっちゃい頃絵の具食ったことあるんですよ。前回のこちらの動画で急にゴキブリを出すなとかね、クレームがいっぱい来ました。文俊さんで中和したつもりだったんですけど、ダメでしたか。なので今回そんなクレームにお答えして、ゴキブリだけを出していきます。ゴキブリ祭り出ましちゃいましちゃい。 YouTuber 界のゴキブリことタック TV がですね、ゴキブリにまつわる話をね、猫の話をするかのごとく楽しそうに語っていこうかなと思います。これから暑くなってきて、綺麗な家でもゴキブリが出てきますよね。ぴったりってやつですね。ニコニコ。では早速まずゴキブリって何なのかっていうやつです。こちら、ゴキブリは昆虫目ゴキブリ目のうち、シロアリ以外のものの総称。シロアリは系統的にはゴキブリ目に含まれるが、ゴキブリに含まれることはなく、伝統的にややこしいわ、理解不能。簡単に言うと昆虫の害虫ですね。家に出ると国家総動員法が適用されるやべえやつですね。ゴキブリ嫌いだなって人がほとんどだと思います。僕もその一人です。ゆえにカブトムシもちょっと苦手です。黒い昆虫苦手っす。じゃあ皆さん振り返ってみてね、ゴキブリなんかされたんかと。そう言われますと特に嫌なことされたわけじゃないんですよね。じゃあなんで嫌いなのかと言いますと、まあ、前回見ました、一説では人類を昔捕食していたから、まあ、本能的に怖いようになってるとか言われてます。そんなことあるって感じですね。で今回は他にもゴキブリにまつわる話、彼らの能力をまとめてきましたんで紹介いたします。1つ目、核戦争が起きても生き残る。はい、これよく聞きますね。生命力の強さではね、地球規模で核戦争が起きたらどうなるでしょうかってことです。海外のとある番組がゴキブリに対して放射線を浴びせるというね実験を行いました。すると人間だと10分で死に至る1000ラドをクリア、その10倍の1万ラドでも生き残った個体がいたそうです。結論を言いますと、核戦争レベルでは絶滅しないということでございます。2つ目、1匹いれば100匹いるせず。はい、こちら1匹の産卵で約30匹から50匹いるそうです。よってね、1匹いたら100匹でもおかしくないということです。3つ目、1ヶ月食べなくても生きる。はい、これはですね、マジです。彼らは体内にいる微生物で栄養を補足することができます。水さえあれば1ヶ月程度生き残ると言われています。しかも吸収する栄養価って髪の毛1本分ぐらいでいいそうです。さらに彼らは酸素がなくても生きられるということで、水中でも同様に生きられると。しかも体の作り的に体液さえあれば生きられるんで、頭とか胴体をこうバーンと切り離しても生きられるそうです。じゃあ頭を切ってどれぐらい生きるのか、長くて1ヶ月だそうです。じゃあその死因、ガシ。口がないんで食べられなくてガシするそうですね。これ鳥肌もんですよね。これ4つ目、危機回避能力。はい、今までのもほぼ都市伝説ですけど、これも調べようがございません。ゴキブリに遭遇した時とか、結構逃げずにこっちに来るってことないですか。それってわざとなんですって。なんか温度とかにかなり敏感で、怖いって思ってる人のことをスキャンしてあえて向かったりとか、悲鳴を聞き分けて女性のところに行ったりするっていう習性があるそうです。しかも死んだふりは常套手段。一説では危険状態になった時、 IQ で言うと300程度まで上がると言われています。たまにゴキブリって飛ぶじゃないですか。あれ実はあの時に初めて俺って飛べるんだって気づくそうです。危険な状況で新しい才能が発揮されるってね、これ進化しよるんですね。あとはステルス
ス能力ですよ。もちろん黒いというところで夜行性です。これ生き物にとっては絶好の色ですよね。100匹ぐらいいるのに見かけるのは1匹、人間がここなら来ないというのを十分に理解してるんですね。総じて言いますとこいつら最強です。ゴキブリさんです。もしかしたら時を狙ってね、一斉に侵略行動を始めるかもしれないですね。皆さんも食べかけのお菓子とかお酒など置かないように徹底して注意してください。逆に頭がいいということで、それを逆手にとってね、この家に入ったら 100% 殺されるぞって理解させれば出てこないんじゃないかなと思いますね。ぜひ参考にされてください。ちなみにゴキブリってなんかメリットあんのかなと思って調べたら、野生のゴキブリに関しては生態系の底辺の大事な部分なんで絶対にいないといけないそうです。なので僕らが食べてるご飯もね、ゴキのおかげだということですね。なのに嫌われてかわいそうですね。明日の話題程度で覚えておいてはいかがでしょうか。今回は以上です。おやすみゴキゴキ。